もこんにちは。本日の動画担当、アンズです。今回は大人気 YouTuber ヒカキン&セイキンさんの今を作ってみました。この曲は去年11月に投稿された曲で、雑草に引き続きお兄ちゃんのセイキンさんが作詞作曲された曲になります。もうね、 PV もかっこいいんですけど、歌詞もめっちゃかっこいいんですよ。過去よりも明日よりも今生きてる時間が大事なんだよっていう悩める若者たちに向けた応援ソングになっています。ぜひ一度聴いてみてくださいね。さて、今回の回についてですが、ボーカルをトゲソウの甲羅で作っています。これ普通のトゲソウだと大雑草せたーい感じになっちゃうんですよね。忘れずに甲羅に変換してから作ってください。それでは今回はここまで。次は今回の演奏コースの作り方について解説します。ぜひぜひ真似して作って友達に自慢してみてくださいね。ではではまたね。スーパーマリオメーカー2の音符ブロックを使って演奏を作りましょう。最初にワールドの大きさを最大にします。中央の太い縦線から4マスごとに目印になるブロックを置きます。音遊びを選んだら、シーンのマークをマリオに重ねます。設計図を見ながら音符ブロックを並べます。音符ブロックは長押しして色付きのものに変えます。敵またはアイテムを置いた後、同じ位置に雲を重ねます。最後にマリオが移動する床を設置します。今回使う床はこちらです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。長い夏休みに音ブロックを使った演奏作りに挑戦してみませんか？みおとチャンネルでは土曜日曜の夜20時に動画を投稿しています。チャンネル登録はこちらから。リクエストをしたい人は曲名、歌手名、そしてマイクラ、フォートナイト、マリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてくださいね。本日の担当は時熱アンズでした。熱くて溶けるわー。